ではではです。さあ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 、はい、せーの、よっこいしょいちだ、はい、ね、私も開けたいんだけど、ね、私は、ね、私開けたい、またお股に挟んで、開けてもいい感じ、開けて、はい、ボキって言ったけど、さあさあさあ、それでまーす、はい、さあじゃあ、はい、はい、乾杯、はい、乾杯、どうもどうも、始まりました、 BDA の98.5決してお酒飲み会ではございません。BBA の放送中でございます。BBA の休憩中でございます。放送中って言っちゃった。放送するの好きだから、ね。放送するの好きだから。休憩中でございます。はい、ただいまユーストリームと同時配信中でございます。はい、毎月第3日曜日15時から16時、1時間の生放送でお送りしております。渋谷のスタジオで生放送でございます。ぜひぜひ皆さん遊びに来てください。スタジオの行き方は、私の桜木しずくのね、桜の木の雨の下で桜木しずくのブログを見ていただければ超細かく書いてありますので、ぜひ参考にしてください。でこちらツイキャスで、コメントも受け付けております。はい、そしてユーストリームの方もね、ぜひぜひこちらもチャットのコメント、もしくはソーシャルストリームでコメントください。おー、中さんじゃあいらっしゃい。ただの飲み、ただの飲みやないかいって、飲み会ではなんか飲み会、コンパ、私罪の日、フリーアップラージュ、すぐにこんな追加出しちゃったりして、はい、マコさん、なんか微妙ラブレ、ラベル見れてるけど、もちろんです、こっちがいいな、こっちの方がいい、こっちのラベル、マコさんはストロングゼロでございます、なしだろ、これ初めてなんですけど、はい、美味しいですよ、なんかね、あのカクテル系な、飲んでますよ、これ超酒強いんだよ、私これ、あ、飲むとね、具合悪くなるんだよ、これはね、何パーセント美味しい、茹でてやめた方がいいよ、一口でやめた方がいい、すごい強い、ゆせさんは何味？梨だそうです。今日おすすめだって言って。そうそうそう。おいしいよ、梨の味で。いや、いいよ、マコさんの。で、ゆせさんは前回、強いお酒を飲んで、ちょっと面白かったんですけど、ちょっと後半ちょっと面倒くさくなったので、弱いお酒にしました。ほろ酔いです。そうです、私が好きなものでございます。てか、ゆせさん今日可愛いじゃん、評判の。可愛い。そう、ユーストリームからだと鮮明に多分見えると思うので、かわいい、うん、いい感じでしょ、猫で、まこさんもモコモコじゃん、今日今日は、ほんとだ、なんかこういう感じだ、うん、ファーっぽいですよね、2人とも、2人ともファーっぽいね、うちリュックだけしかファーっぽくないんだよね、あ、みんなじゃあファーだね、そうそう、ファーつながりだね、これがピンクのあれがあるから、そう、みんななんかあったかい格好、本当は暑いんですけどね、本当は暑いですよ、ライダースで男用にしました、男の子用っぽく、かわいいそれ、そうそうそう、やりまこさんがね、欲しがってるね、黒のライダースだよね、そうなんです、これも去年から欲しがライダースってやっぱり便利ですよね、秋葉原ってね、ごめんさん、また秋葉にいるの、ねえねえ、秋葉にいるの、あれ何、またかわいこちゃんいるのライブかなんかかしら、かわいこちゃんもいいんだけど、もしくは撮影会かしら、青山に来たよ、今日みかんがあったのに、本当だよ、茎わかめもあったのにあれですよ、茎わかめですよ、みかんもあるよ、唐辛子味、これ超うまいんですよ、ドンキで超安くて、これすげえ、一時これを昼ご飯代わりにしました。夕飯だね、ちょっと栄養がさ、ないないや、なんの中に歯に挟まんの、うん、歯茎に挟まる挟まっちゃいそう、かかっちゃうんですよ、茎わかめ唐辛子味、超好きなの、これ超おすすめ、唐辛子味、あと、お酒のお供にはチーズ、なるほどね、はい、お酒のお供にはチーズでございますよ、これおすすめでございます、お酒ね、選ぶの上手ですよね、左手にゴディバで、あ、何、ゴディバのチョコレート買ってうちらに持ってきてくれな、ありがとう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 、待ってるよ、楽しみにしてるって言ってね、最近超ずうずしく乗ってきたよね、好きにうまいもので、はいね、いや、なんか茎わかめ食べたいな、何、茎わかめが食べたい、茎わかめ食べたいけど、これも食いたい、これ開けようよ、はい、よく私開きますよ、終わって付き合う、そうそう、まあじゃあざっと、まあもうなんか追加の方が、まあ私の多分もうこれ私のアカウントでやってるので、お名前を皆さん分かってくれてると思うんで、ユーストリームの方々に、はい、私桜木しずくです、はい、片手ですいません、すごいな、はい、この名前で検索してくれれば追加も見れますので、ぜひお願いします、ね、ニコ生はちょっと待っててね、コーチです、たまにやってます、たまに本当にたまにやってます、ほとんどツイキャスとユーストだけです、ぜひ見てください、イエイ、お願いします、あと愉快な仲間たち、あ、はい、じゃあ最初にのんべ、のんべ姉さんね、のんべ姉さん2人組、のんべ、ちょっとのんべかなはい、うん、まこです、うん、ブログとかのご紹介をします、うん、ブログもこのもとです、うん、フェイスブックまこまこです、うん、検索してくださる際はスペースを入れてくださるとすぐ出てきます、うんうん、でツイッターは、うん、アットマーク、うん、
にまこ2309です、うん、でインスタグラムですね、こちらは、うん、アットマークグレースまこなんですけど、こちらはアンダーバーの登録の標識みたいなので、うん、様式なので、うん、アンダーバーでお願いします。グレースまこで、はい、うん、で、告知もいいですか、お願いします、うん、ちょっと前回の、ドッカンでもさせていただいたんで、うんうん、ちょっと変わっちゃっていただいたんですけれども、させていただいたんですけれども、うん、12月の7日、BMS6 というですね、うん、ビューティーマイセレクションというものなんですけれども、うん、そちらの6回目、東京6回目なんですね、うん、そちらのショーのファッションショーに出させていただきます、うん、場所はベルサール西新宿都庁駅から、うん、徒歩5分ぐらいのところにありますの で、うん、で入園料というのか入場料もですね、うんうん、1000円とちょっとこちらお手頃ですし、うん、ぜひぜひですねお越しください。付けられやすいのね、はい、うん、すごい、あの、またね、どんな企画かちょっと楽しみにしているところです、うん、今回はじゃあまだ何を着るか分かってないんだ。30日がリハなので、じゃあそれまでのお楽しみなの。そうですね、どんな感じかちょっと楽しみにしてるショーなんですけれども、うんうん、ぜひこちらにお越しください。ぜひぜひ行ってください。はい、詳しくはグレースマコで、グレースマコなどマコマコです。こちらのものでいろいろ告知します、うん、お願いします。はい、はい、はい、ヒョウ柄、あの、ヒョウ柄のゆいせいですが、うん、実はノートは持ってきたんですけども、うん、中身に書いてなくて、マジかなんですけど、星野ゆうせいと言います、うん、アメブロは星野ゆうせいくんっていうのをやってますが、うん、今、励んでいるのが、12月6日のバネッサっていう舞台の公演の稽古に励んでます、うん、なかなかみんな、なかなか成長しませんが、みんな頑張ってます。なかなか成長して私たちが頑張ってますんで、なんか、起きてる私たちが頑張ってますんで、あの、どうかよろしくお願いします。12月6日、うん、ソーティークランチ六本木、アダム10番の、うん、2回公演でやりますんで、うんうん、あの、興味がある方はぜひ、いらしてください。よろしくお願いします。よく言えました。よく言えました。はい、よく言えました。詳しくはね、まこまこのブログもしくは星野雄星くんのブログ、はいはい、はい、チェックしてメッセージとか送ってあげてください。ぜひ来てください。いやー、ねえ、みかんが並んでんだけど。はい、みかんがね、今日ちょっとみかん取るだけなんですよとか言って。ツイキャスの画像でも綺麗に見えるけど、ユーストリームの画像で超綺麗に見える。どうやってくれてありがとうございます。ね、何個載せたのね。10個です。本当に？はい。じゃあ、あの、ね、前のお二人に。まずちょっとね、お配りしていきたいと思います。うん、ポンポンって。私行ってきますか。うん、それから猫ちゃんにあげてもいいし、どっちもいいよ。猫ちゃん。猫ちゃん。そうそうそう。猫ちゃん。猫ちゃん行ってらっしゃい。猫。あ、猫行ってらっしゃい。猫。うん、猫行ってらっしゃい。猫。そうそう。あ、行ってらっしゃい。ゃね、どうぞ。うん、今あげてます。今顔は映さないように足だけね。足だけ映してます。向こう側ね。はい、こんな感じのスタジオでやってます。はい、下しか映してないよ。そうなんですよ、うん、ちょっとみかんっていただいたので皆さんでと思って持ってきちゃいました。ちょっと甘いかな。あ、食べてみたら、うん、わがまま言っていい、うん、剥いて。私片手しか使えないの で、 了解です。こっち見ながら、こっちでユーストのこういいコメントの方見ながら、こっちでツイキャスやってるので、はいはい、剥いていただければって言っても、あ、アニメさん、はい、大丈夫です。はいはい、そう、ソーシャルの方がちょっとたまに見ないとね。じゃあまずちょっと、はい、どうも夏目漱石です。ええって思っちゃった。えって思っちゃった。一応ソーシャルの方開けとくか。で、途中チャット見よう、うん、両方一応開けとこう。すぐカチカチやって今開けてもらってます。冬といえばみかんだよね。なんかね、こたつでみかんだよね。うん、やっぱりね、みかんちょっといただく、うん、あ、冬だなっていうね、うん、皮むかなくていいよ、うち。あ、大丈夫ですか、うん、その外の皮だけでいい、うん、あ、中の皮私も食べちゃう人だから。このぐらいで大丈夫。サンキュー。ちょっと割っとくね。うん、いいよ、そのまま一口でいくから喋れなくなるけどね、一口でって。しずくさんの顔を向かずにガブってきた。のりさんいらっしゃい。あ、のりさん、そう、いらっしゃい、ありがとう。
そうそう、今まこさんがね、こんなにみかん持ってきてくれたんだよ。なんでまこさんとお前の女性らしい、ね、なんかさレディーガガですって思ってガブってきそうだけどね。でも、すげえ若く分けてくれた。今日のお洋服にはガブが似合う。ガブって言ったから似合ってるよね。かわいいんですけど、今日のお洋服めっちゃかわいい、それ、うん、ちょっと個人的にそれ欲しい。個人的に欲しい。いや、うん、おい、あ、本当。外れ引いた。あらま。私外れ引いた。残念。こっちが甘かったとかそういううちはないよね。待って。もうこれ難しいねこれね。美味しい。あ、美味しい。あ、当たりの方もいました。うん。あ、本当に。酸っぱい。あら。でも水分がいっぱいあって美味しい。本当。うん。まだありますから食べて。じゃあ何の放送ですかこれって。もしさあの、ニュースとかさ、ツイキャス初見の人来たらさ、ぜひあのみかんの放送ください。CM ください。あのまったりの番組です。あのお茶の間をそのまんまネットに乗っけちゃった感じ。そうですね、お茶の間をそのままネットに乗っけちゃった感じでございます。そう、はい。なので皆さんも食べながら飲みながら、あの、ぜひぜひ、ね、うちらと会話をね、しながら、ね、聞いてくだされば嬉しいです。そうそうそう、おいしい、本当、外れ引いた。本当に。じゃあこれ、はい、食べてみて。うん、おこば。むけた。うん、これもちょっと酸っぱかったな。うん、うん。ルセさんは無言かよ、無言かよ。おいしい。うん。ほんと。甘いか酸っぱいか聞いたんだけど。うん。甘酸っぱい。君ら同じさ、コメントしたよね。甘いか酸っぱいか聞いたのに、おいしい。うんうん。甘酸っぱい。甘酸っぱい。じゃあ、ちょっと早いのかな。そっか。私、今日その、一個だけ、マコさんの方が甘い。味見してきたのね。マコさんの方が甘かったの。ったの、うん、だから、あ、いいなと思って。マコさんの方が今甘かった。あ、私のこういう感じ。うん、たまたま。分かんないけど、ゆずや酸っぱいのが好きなのかも、もしかしたら。これを全部一口でいきます。これ一口で、半分一個だから入れていける。でもあのみかんのなんかさ、こう出始めの頃のさ、ちょっと青、まだ青っぽいみかん、わかります、うんうん、なんかあれも何気に好きなんですよ、わかります、わかります、うん、なんかもう、うん、赤リンゴより青リンゴの方が美味しいでしょ。私好き、王林大好き。うん、青りんごとかさ、うん、あと青いちごって言わないよね。ん、何て言うの、何て言うの、これ。いや、下からだとちょっと下くなるから、こうしよう。熱い、脱いじゃん、あの今、うん、気になるチーザ、気になる、知ってる、今日すっげーまったりだよね、普段より。そう、すごいまったり、どうしよう。もうどうしよう。もうなんか、全然スイッチが入らないんだけどさ、部屋でさ、なんかみんなでさ、なんかボーボーと。僕も食べてた。もうなんかね、僕も食べて、何もね、ボロボロ、いや、喋ろうとこと思ったから、ごめん、実はぶっ飛んだんです。全部ぶっ飛んで。みかんの酸っぱさで。うんうん、違う。みかんの酸っぱさで。うん、普通に飛んでった。何喋ろうとしたんだっけなと思って、いっぱい喋るのだったのにと思って。あ、よろしく。投げたよ。二、うん、人よろしく。何？よろしく。投げたりして、こう。そうそうそう。いや、本当に忘れた、何喋ろうとしたんだっけな、うち。え、な、ゆうせい。普段より、喋ってねえわ。まったりしてるときは大好き。いや、まったりいいんだけど、いいんだよね。一応番組。まったりしてて出したから、いつか先にやってもいい？あ、いいよ、先に。まったりしてる時の気分から出したの。うん、だからその気分の時にやった方がいいかと思って。どうぞ、ゆうせいちゃんコーナー行きますか。まったりしてる気分が出した。じゃあ、今日はそちらから行きましょう。あ、うまい、チーズ。じゃあ、ちょっとゆうせい。うん。じゃあ、ゆうせいちゃんコーナー終わったらチーズがあるからね。BBA の童話。イエーイの、うん、ドは、うん、白雪姫、うん、鏡よ鏡さん、この世で一番美しいのはもちろん私。
違います、白雪姫様でございます。なんだって、その白雪姫とやらんを私に見せなさい。私が一番美しいの。バカな、猫産んじゃった。ちゃんちゃん、何なんで私が最後落としてんだよ。ごめんごめん、うん、どういうこと。何どうしたの、真子さん。何、あのマイクに乗る声で喋って。今すごいびっくりした。待って、なかったっていうか。待って、なんかやばい、今日3人とも、ゆうせさんいつもだけど、うちら全部ちょうだよ。なんかこれ、なんか私の人想像なんか落ちるよ、ちょっとよく。分からなかったね。もう一回ワンテイクいくか。じゃあ逆いこうよ。逆に。じゃあ、ね、無茶ぶりしていいですかね。無茶ぶり、はい、どうぞ。どういうこと。今のゆうせいさんのコメントをまこさんが言って、この真ん中のコメントを、要は私とまこさんが言ったところをゆうせいさん言って、一番最後のうちがやってみます。 OK、 いいね、はい、やってみましょうか。はい、いきます。じゃあテイク BBA の白雪姫。鏡よ鏡さん、この世で一番美しいのはもちろん私。違います、白雪姫様でございます。なんだって、その白雪姫とやらを私に見せなさい。私が一番美しいの。バッバッバクロー、猫踏んじゃった、猫踏んじゃった、猫踏んじゃった、ちゃんちゃん。なんかあの桜の笑いありがとうございます。桜の笑いありがとうございます。面白かった。このバージョンが勝手にちょっと今やりたかったからやってみたの。ちょっとやってみたいなと思って。いやー、よかった。ちょっと全パターンいきますか。じゃあせっかくだから全パターンいきますか。じゃあ何よだ、私が順番ですか。じゃあ一番ゆうせいさんの一番最初のコメントをうちが言って、真ん中のやつか、ゆうせいさんかなだよね。で、はい、最後のオチはまこさんだね。そしたら全パターンで、同じパターンじゃないもんな。そう、いけるかな。ちょっと頑張りますね。じゃあ、ラーライオン3テイク目いきます。鏡よ、鏡さん、この世で一番美しいのはもちろん私。違います、白雪姫様で。ごめん、噛んだ。まあ、もう終わっていく。ごめん、もう一回やって。噛んだ。うん。もう一回、回っていきます。ごめんなさい、噛みました。鏡よ、鏡さん。この世で一番美しいのは、もちろん、私。違います。白雪姫様でございます。なんですって、その白雪姫様とやらを私に見せなさい。私が一番美しいの。バカな、猫踏んじゃった、猫踏んじゃった、踏んだねえ、踏んじゃった。おい、踏んじゃよ。まさかパクると思わなくて言って、しかもね、私もう一回やったじゃん、やり直したじゃん、最後また甘噛みしたって言って若干噛んじゃったから、もうその時点で慣れたから。もうちょっとね、猫踏んじゃったわね、ちょっと違いですよね。やりたかったの、同じだったけどね、面白かったから。あ、色っぽかった、ありがとう。ちょっと色っぽさをいこうと思ってね、普段じゃない喋り方としてね。何汗かいて、顔が、酒飲みなさい、顔が熱くなりました。ほら、超高揚中で、すげえ恥ずかしがってる。ほら、お酒を飲みなさい、マコさんの。マコさんのお酒でグビグビっと、ほら、飲んで。ダメ、これもうだ、今、マコさん何言っても笑ってくれるよ、今日何言っても笑ってくれるよ。
今日ゲラスイッチが入ってる。そうそう、やめてね、吹かないでね。ナシルブシャーしないでね、うんうん。口からナシルブシャーを。やら、はい、やらないでやる。気をつけます。そう。ちょっとこれ、ちょっと今日の面白いかも、ゆうせいさん企画。上手。ね。しかもそのね、こう短いショートだから。あ、BBA のど、白雪姫って考えたの。BBA の白雪姫って考えたのね。うん、そうそうそう。あの、これのね、やつを、台本のやつをね、なんか結構前から、ゆうせいさん LINE で送ってくれたんですけど、うん、あの、LINE が文章わけわからなくて、あの、普通に既読スルーしちゃった私。ごめん、ゆうせいさん、これ解読不能と思って、あったら聞くわ、つって。ね。でもあったらわかったね。で、まこさんわかったって聞いたら、うん、よくわからないって言って、ね、じゃあ、あったら聞こう、って。そう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 。なんだろう、シンデレラと白雪姫が一緒に出てくるから、とか。とりあえず何かやり、多分芝居っぽいのをやりたいんだろうなと思って、いや当日聞けっつって当日聞いたっていうネタ話ね。はい、チーズは食いなさい。チーズは食いなさい。全部食っちゃやよ。チーズはチーズはうまいんだから。なんかね、餌、観客さんがなんかやってます。何？俺もやりたい。あ、俺も食べたい。うん、じゃあ口の中ポイって入れといてあげていい？なんか俺もやりたいの。俺でやってみて。あの。カメラさんの口にも入れてあげてください。何を？うん。男から男から男ってうリスクねえだろうな。男から男はちょっとホモーってニコ生だったらホモー流れるよ。これね。結構そうそう。もういいよ。何何？グーだって。グー美味しいでしょ。これチーズうまいんですよ。なんかね。うん。厚みたたかこれ何味なの？チーズ。あ、ブレンドチーズだって。これ黒とオレンジがあるじゃないですか、チーズあって。え、何今の無音？え、この箱に対して？うん、箱がここ、今これ黒じゃないですか。もう一個オレンジもあるんですよ。だから私はこの箱初めて見たんですけど、私袋なんですよ、見たの。うん、何だったよね、袋。ちょっとさ、エビとチー、エビとカニ味が出たの知ってます、うん、チーズの。知らない。それを食べたんですけど、うん、なんか…ちょうだい。エビとチーズは…違う違う違う、エビとチーズが欲しかった。それがね、うん、エビとカニがね、なんか日本酒のなんかないと、ちょっとこう、すっごい癖のある味でした。正直。ゴルゴンドーラっぽい感じですか？違うの。なんかね、うん、カニ味噌味？あ、カニ味噌私好きですよ。あ、本当ですか？じゃあ今度、うん、あの、忘れなかったら。カニ超好き。てかね、カニ身もうまいけど、カニ味噌の方が好きですよ、うち。なんかね、カニ味噌のやっぱね、想像と絶する味でしたね。なんかビール飲みたい、それな。まあ、美味しい。そう、見てる人も全然ビールも飲みながらとかね、全然いいですよ。うんうん、飲み食いしながら見ましょう、ね。喋りましょう。ね、いるような感じ、ね。そうそうそう。あの、なんか、うちらのお茶の間に皆さんが遊びに来てくれた感じでね。うんうん、できたら嬉しいよね。そうなの。うん、それがコンセプトにしようかな。コンセプト、コロコロ変わりすぎなんだよね。この番組ね。そこはね、痛いけど、ブレすぎなんだよね。ほんとね。うんちっつったよ。待って、ゆうせいさん、待った。おいしい。おいしい。あ、おいしい。うんちって聞こえて、どうしたんだろう。うん、おいしいって言ってんだと思う。それがうんちに聞こえたのね。オッケー。でも飲めないんかよ。牛手やっちゃうんだけど。これほんと最近好きなの、隅の方。飲んでみたい。飲んでみる？うん。よしよ。何味？これはグリーンアップル。7%。いただきます。私にしては強いかも。4ぐらいだっけ。あ、美味しいでしょ。しかもこれ、うん、なんかおしゃれだよね。瓶でね、うん、クラブとか行くとさ、スミノフとかさ、ジーマとか結構定番で置いてあったりする、うん、初めて飲んだけど、うん、かっこいいなと思った。かっこいいこれ、うん、コンビニさんを批判するわけではないですけれども、うん、あのコンビニだと200いくらするんですけど、ドンキホーテだと100いくらで買えるので、私はドンキホーテで買ってます。へえ、お金がないんで。でも美味しいね。しかもなんかおしゃれだよね。同じこう飾ってあるとしたらね。そうなの。うん。うまいんだよこれ。すごい。これ何パーだっけ？やだ。5%だこれ。後ろに書いて。まこさんが飲んでるのが一番8%で、一番強いです。なぜならまこさんが一番酒が強いからです。はい。もう人生酔っ払ってきちゃった。で、ゆうせいさんは本当に前回やばかったんで、私がいつも飲んでるほろ酔いです。ほろ酔いが一番低いんで3%。酔っ払っちゃった。酔っ払っちゃった？でそれ頭熱いからじゃない？あ、ね、あ、3日か4日か5日かね、うんうん、毎日睡眠時間が3時間、睡眠時間であ、こんな睡眠時間ってみんな何時間ぐらい取るんですか？人によるんじゃない？なんか関係ない話だ。いや、私は本当か知んないけどさ、うん、あのなんか人によなんか昔は8時間寝た方がいいって言ってたけど、うん、なんか最近はなんか人によってなんかその必要の睡眠時間が違うから、
なんか一概には言えないって。ただ6時間から7時間がベストみたいなことは言ってたけど。しんちゃんは何時間ぐらい違う？日によるよね。日によるかな。私まあ こっちの仕事もしかり、こっちの仕事じゃ食えないのでアルバイトもしてるんですけど、うん、あのそれで時間がまちまちなので、普通に夜12時過ぎに寝る時もあれば、うん、朝から昼まで寝る時もあれば、うん、まちまちなので、まちまち、うん、でバイト、普通のバイトの方も昼間普通に8時間働いたりもあるし、夜勤で働くこともあるので、まちまちかな。バラバラだね、うん、で夜の次の日何にもない時とか、次の遅い時はお酒を飲みながらの楽しみ、パソコンを開いて生放送を見てコメントするのが楽しみです、なんか最近3時間睡眠になっちゃった。それは20代の時やってた。20代の時やってた。昨日はね、あの終電がなくなるから、なんだったっけ、ネットカフェでみんなで一晩明かすとかでも、ここは参ったタヌキ乗り込めって乗り込んだら帰れた。帰れたの？結局帰れた。電車で帰れたの？え？結局終電で帰れたの？終電で帰れた。もし乗り過ごしたら、もう戻れない。あ、でもよかったじゃん、終電で帰れた。やっぱりお家がね、いいもんね、帰るんだったらね。だからなんか20代の時とかはさ、全然普通に、なんか普通に朝から晩まで仕事して、で、なんかオールで、オールナイトのイベントとか、まあ、仕事にしっかり、趣味にしっかり、どっちも行ったとしても、そのまんま寝ずに仕事したりとかね。これが食べたいそうです。クッキーワッカム食いたいの、食いなさい。食いなさい。クッキーワッカムね。これ歯に挟まるからね。美味しいけど歯に挟まるからね、クッキーワッカム。これドンキホーテさんに売ってます。情熱価格で安いんです、それ。一時なかったんだけど、また復活したから買った。これ美味しいんだよ、これ。ヘルシーだし。だよね。うん、お酒飲むとさ、超汚いこと言っていい？お酒飲むとさ、ゲブっていきそうになるんだけど、ゲップが出そうになる。ね、でも大丈夫だけど、炭酸だから。炭酸だからかな、うん、炭酸はやばい。うん、頑張ってしないようにするけど、ね、本当に今日黙々としたの。今ゲップってした。何した今？ゲプッとした。何ゲプッとしたの？略します、ゲプッとしたって言ってます。うん、ありがとう、略してありがとう。黙々みかん食べてるまこさん、略してありがとう。やばいね、今日のこのまったり具合。いつもよりすげえまったりかも。いやまったりしすぎ。まったり。お前が言うね、お前が言うね。これかな、みかんとか食べてるからまったりしたのかな。いや、なんかこのままこたつが欲しくなった。ダメです、寝ちゃいます、そんなことして。寝ちゃダメだよ、さすがに寝るのはあかんや。いや、でもね、電車乗ったら絶対寝ると思わない？いや、寝ない。2人寝れる人なの？寝る。電車の時は寝過ごす。寝過ごすことがある。え、本当に？うち電車の中めったに寝れない。あ、いや、私逆に寝れようと思ってるとかよりも、気づいたら寝てる。私もいつまでか寝てる。電車だったらないないない。電車とかない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 。怖いのよ、代わり寝過ごす。なぜか降りる駅でちゃんと起きれるっていうのが不思議、自分でも。多分じゃあ神経はどっか起きてる。あるんでしょうね。だから、ね、多分寝ないでおこうってどっかで思ってるせいか、一駅前か、その駅で起きれるね。そういうのね、まだあったんだけどね。最近ね、一個ずれてね、一駅後で降りるの。え、やだからもう。約束しますと、一駅後で降りる。今、ステーキ後で降りるって言ステーキ後で降りる。どういうことなの？ステーキ後で来やすから、すごくまずいの、本当に。ダメだ、もうステーキ後でしか聞こえない。ダメだ、もう。肉食いたいのかな。ステーキ後しか聞こえない。一駅後だ、そうです。そうそうそう。何、来月はこたつで放送とか。いや、やりたいね。すごいですね。でも、買ってここに持ってきたとしても、置いとくとしても邪魔になってしょうがないよね。他の番組の方も結構使うから、ちょっとご迷惑だよね。さすがにね、やりたいけどね。でも私、無駄に気をつけなきゃ。なんか、やったら本当に待って。いや、でもこたつ入ってみたいですね。うちこたつないもん。うちもこたつないよ。もう何年も。だからさ、入ってみたいね。おこた入って、あったかい時のあのアイスクリームが最高。あ、わかる。超わかる。あったかい中でアイス食べるんでしょ。わかる。これ最高ですよね。最高。やべ、また顔が。それ思い出しちゃった、今。なんかおこたおこたって言ったら。わかる。あれ。こたつで放送したいね。でも確かにね。そういうのも面白そうですね。なんか3人でさ、割って買えばさ、そうでもなさそうだよね。
そうなんですかね。ポトフってちょっとわかんないんですけど。なんかニトリとかさ、もう何年も使ってないから。こたつ布団もいるんでしょ。こたつ布団もそうだけど、あのこたつのね、原型つうか、ヒーターがついてるあの椅子のとこ、椅子っていうか、あれも買わないといけない。誰もこたつ持ってないの？そう。持ってないよ、うちもないもん。うん、うちもない。ないですね。ないよ、普通に。今、やっぱりない買ったのが多いのかな、うん。昔あった。あともう今暖房だからね。なんかほら、ね、畳じゃないご家庭が増えたっていうのがあるのかなって私はちょっと思ってて。あ、床暖房のお家とかが増えたってこと？っていうかフローリングだから、フローリングだから置かないのかなっていう。でフローリングでさ、床暖房が入ってるさ、ご自宅とかマンションとかも今ありますよね。確かに。だから余計使わないんでしょうかね。わかん、床暖はちょっとわかんないけれども。暑いって言いながらなんでずっとかぶってんの？いや、なんかこれかぶると安心すんの。安心すんの？猫でいられるから。猫ではないよ。猫ではないよ。でいられるから残念ながら猫ではないよ。ゆうせさん人間だよ一応。シップがあるでしょ。振りができるから。うん、そうだね。振りが。振りができるから。そう。まあ、かわいいから被るとかじゃないんですね。猫の振りができるから。猫の振りが。ふうせいさんらしいよね。すごいかわいいな、それ。あ、これなんか間違えちゃった。私のです。マクサだね。人の飲もうとしてる。人の飲もうとしてる。やっぱり酔っ払ってる。風船さんはあっち。私はこっちだね。間違えてあげちゃった。ごめんなさい。大丈夫です。え、ゆずさん変わった。ごめんね。間違えちゃった。もうちょっとこっち置いとくね。大丈夫よ。わからん、悪い。開けてくれてありがとう。黙々と茎わかめ食べて美味しかった？茎わかめ。美味しかった。美味しかった？そして煮込みこの中入れていい？唐辛子味だっけ？みかんの皮とか。うん、言いますか。ゆうせいさんもね、ゆうせいさんの周りにいつもね、ゴミだらけになるからね。食べこぼしがね。ちょっと下に置いとこうか。あとで終わったらもう一回ね。じゃあね、中盤ぐらいに来たのでね、そうね、そろそろマコさん行こうか。行ってみてもいいですかね。うん、行こうか。はい、じゃあ私あっちが行くよ。そこがさ、不思議なんだけど、毎回なんでそっちみんな行っちゃう。ほら、私はほら、こっからツイキャスでほら皆さん行っちゃう、行っちゃうのかなっていうことなんです。お客様は正面から撮ってもらってるから。けれども、はい、ありがとうございます。はい、始まりました。ですね、9回目になりました、まこ散歩です。今回は秋の鎌倉を楽しもう編でお送りしたいと思います。うん、イエーイ。皆様も鎌倉に行ったつもりでご覧ください。うん、そうですね、今回は鎌倉駅から江ノ電で長谷駅に向かって長谷駅に到着しました。長谷駅長い谷と書きます。長谷駅、長谷寺のところですね。はい、で長谷寺を降りてすぐのところにどら焼き屋さん、ですね、なんてお店かな、駿河屋さんっていうところがある。駿河屋さん。なんで長谷にしたんですか。なんでですか。それはこれから言います。これから言います。行きまして、この後行くところがですね、すっごく並ぶっていうのをお聞きしたので、腹ごなしにということでどら焼き買おうよって言って買って食べました。こちらのお店は、焼きたてのどら焼きも、扱っているそうでして、これは焼きたての栗どら焼きでした。その下のどら焼きソフトが気になる。そう、これも気になりますよ ね。でこっちは焼きたてがないそうなんですよ。いや、そうそうです。だってソフトでしょ。だってでほら、焼きたてのどら焼きに入れてくれるのかなとか思ったんだけれども、それだったらこっちにしようかなとかいろいろ思ったんですけど、駿河屋さん美味しそうでした。今ゆずきちゃんが言ってくれたように、こちらのお店はどら焼きソフトとアイスどら焼きもありました。おー、いいね。でですね、今回なぜ長谷に行ったかということなんですけれども、長谷寺はもちろんなんですが、実は私行ったお店がありまして、長谷寺から、長谷駅から歩くこと、そうですね、10分から15分ぐらいで到着しまして、行ってみましたところ、カフェ坂の下でございます。こちら今回ランチでお邪魔いたしました。こちらのお店は某ドラマの舞台にもなったお店だそうです。あ、だからだ、なんか聞いたことあった名前が。ですね、キョンキョン
さんのドラマだそうです。そのせいかわかんないんですけど、私は たまたまもうずっと行きたかったところに、うん、ちょうどこの度行けたということで、うん、嬉しかったんですけど、うんうん、でこの坂の下はすごく混んでいて、うんうん、って思ってたらちょうどに個室ならすぐご案内できますっていうことで、うん、私たち超いいじゃん、すぐ入れたんですね。しかも個室、はい、いいな。で、最近一人なんとか流行ってんだってね、うん、ちょっと待っててね、言ってたね何ですか、一人なんとかって大丈夫ですか、続けて、うん、はい、それで、うん、こちらのお店の、うん、で頼んでいただいたものは、うん、出たー、出たー、まこさんといえば、はい、パンケーキ、やっぱり、うん、なんかこちら有名らしいんですね、うん、あと、しらすピザ、美味しそう、はい、あ、だって鎌倉とかあっちの方はだってしらすとか有名ですもんね、うん、しらすピザと、うんうんうん、あと一番人気だということで、うん、パンケーキの、うん、生クリームアイス添えですかね、うん、こちらをいただきました。で、このなんか生クリームが、うん、なんか今まで食べた生クリームの中で一番軽くて、へー、なんだろう、ちょっとこう分かりませんけど、ほらメレンゲがちょっと入ってるようなぐらいの軽い生クリームでした。はい、ほわっとしてます。重くないってことか。全然重くないです。だからアイスがあってちょうどいいぐらいの感じの、あのパンケーキをいただいたんですけれども、抹茶のパンケーキもあるようです。私抹茶の方気になる。でもほら2つは食べられなかったのであ、意外にね、ね、意外に食べられないからね。ぜひ行けたらですね、次はね、チャレンジしてみたいんですね。そのしらすピザも美味しそうだね、うん、あとね、もう一個、うん、こちらの坂の下でもう一個有名なのがありました。何何、うんうん、名前がちょっと忘れ何だっけな、何何、どんなお店、この中のメニューで、うん、迷ったらこれっていうメニューがあったんですよ。その坂の下さんのメニューでもう一個有名なやつ、あのメキシカンっぽいやつのご飯が乗ってて、ラザニアとかじゃなくて、ラザニアとかじゃなくて、うん、ご飯が乗ってて、うん、ひき肉が乗ってて、レタスが乗ってて、メキシカンっぽいやつあるじゃないですか。ピザ、ピザじゃない、ピザ、米、なんだっけ、 なんだっけ、カボガバオじゃなくて、それそうそうそう、ロコモコじゃなくて、ガバオかな、ガバオで合ってたかな、かな、うん、かな、そのようなのがなんかもうおすすめって書いてありますね、メニューには。お店のおすすめなんだ。だそうです。で、もちろんパンケーキもおすすめです、うんうんうん、で、うん、こちらの、うん、外観はですね、うん、本当に古民家を改造したようなところなんですね。うん、ちょっと昔ながらだね。ちょっと上目に撮ってるのは、うん、ここ全部人がいます。で、並んでるってことか。そうなんです。出たら全部人がいらっしゃったので、うんうんうん、ちょっと上向きに撮っております。そうね、あの人がね、入ってしまうとね。全然いらっしゃらないんではなく、ものすごく人がいらっしゃって、店内もずっとのいらっしゃるので、今回は1枚もちょっとね、撮れてないんですけれども、うん、坂の下にね、ぜひぜひ皆様ね、行ってみてください。こういったお店のじゃ詳しい詳細お願いします。江ノ電の長谷駅から大体歩いて10分から15分ぐらいなんです、うんうん、でも実はこちらですね、ちょっと通り沿いから入るところにあります、うんうんうん、路地裏みたいな、うん、路地裏みたいなところにあるので、うんうん、ちょっと探すかもしれません、うんうん、でもたくさん人がそこにいらっしゃるので、うん、ググればね、そうですね、私たちも地図で行ったので、うん、地図を見れば、うん、ちょっと中に入りますけれども、うん、分かると思います。いいね、こちらはね、長谷寺の方向ではなく海の方向に行きます。あ、じゃあ海の長谷駅から海の方向に歩いた路地裏か、うん、そうですね、こちらです。へえ、こちらはね、ちょっとね、うん、おすすめなので私もまた行ってみたい、うん、リピートしたいと思います。個室どうだった？個室紹介されたって言ってた、個室に案内されたじゃん。個室は全体的に白、うん、ちょっとなかったかな。あ、ここにちょっと映ってるかな、壁がいる。ちょっとどんな感じ？本当に個室なの？半個室な感じ？半個室なんか、そう、半個室な感じです。あ、いいね。今シングルが入ってるんだよね。シングル？うん。何のシングル？いやだから何でも、うん、例えば一人一人、まあ、まず初っ端から言うと一人カラオケでしょ。うん、で一人
はい、まこさん、じゃあよかったね。そう、皆さん、発生駅へ行ってね、江ノ電に乗って、発生駅に置いて、ぜひこのお店を探してみてください。おすすめです。はい、まこさんと同じものを食べてください。ということで、うん、こちらからですね、さっきちょっとヒントで出たんですけど、うん、すぐ歩くとですね、長谷海岸に着きますので、しばし、私海が好きなんですけれども、海を眺めてちょっとこう過ごせます、うん、何男と行ったの？どっちかしら、女性かしら、そこは皆様のご想像に任せてください。聞けないな、マコさん。多分マコさんを知ってる方、知らない方は、あ、過去のアーカイブを見ていただければ真相がわかります。マコさんの表情でわかります。さあ、さてどちらかお楽しみに、はい、ということで、いいバレちゃう。海ものすごい好きですね。わかる。ちょっと秋の海とまた夏の海ちょっと違いますよね。わかる。なんか秋とか冬の深夜の海とか好きだった。若い頃なんかバイト先の車ある人に乗せてもらって、若い子たちみんなで深夜海行って、真っ暗で何にも見えないのに砂浜で、なんかわかる気がします。はい、普通に走り回ったりとか、しかもこう前に明かりもないのに走り回るんですよね。そうそうそう。でたまにあの木陰でカップルがイチャイチャニャンニャンしてて、うるせえよって顔されるんだけど、いや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 みたいな、ガン見しちゃったみたいな、リア充カペみたいな、リア充カペみたいな。私もちょっと行ったことありますね。何、イチャイチャしに？いや、イチャイチャじゃなく、海は夕焼けの良しじゃない。あ、夕焼けもいいよね。夕焼けどけもいいやな。夕焼けも夕焼けすごい、なんかすげえ、なんかわかるわかる、ロマンチックな感じ、うん、いいよね、うん、夕焼けが私好きなスポットは、ね、中学生の時から結構見つけてた。仲良く、中学生の時から夕焼けが綺麗に見えるスポットを探して、ああそう、夕焼け、うん、私はね、私は中高ぐらいから夕焼けが好きになった。いいよね、夕焼け。いいよ、ですよね、ですよ。夕焼けの写真もあります。お、あんの？おあります。およかった。はい、そして続きまして、うん、さっき長谷寺です。長谷寺到着です。で、長谷寺では皆さんもすごいよく見ますよね、なごみ地蔵ちゃん。なんか怖いんだけど。怖いですか？何地蔵？なんか怖い。なごみ地蔵ちゃんっているんですね。あら、怖い？なんか怖くない？あ、そうですか。皆さんここです。なんか袋みたい。え？パッと目で見たら、あー、こう実際見たら可愛いですよ。ここ皆さんもすごい写真撮ってて有名なんだと思いますけどね。絵では可愛いと思う。こけしみたいね。なごみ地蔵、こけしさん、こけしとかんだけど、なごみ地蔵さんです。なごみ地蔵さんなんだ。で、長谷寺をちょっとこのなごみ地蔵さんをですね、ちょっと通りながら上に上がったら、またこう、ここもねですね、長谷寺もすごいいい景観がある、うん、とこですよね。神奈川の方ってさ、あの結構さ、あの桜木町とかだと結構栄えてるけど、ちょっと離れると結構ね、山があったり、海があったりして、ね、これ長谷寺から見える景色なんですけど、海が見えてすごい綺麗ですよね、ここも。やっぱ海が入るとね、ね、海とさ、空とさ、入るともう最高だよね。わかる。長谷寺はね、やっぱ好きですね。結構外せないですよね、鎌倉とかだとね。うん、でやっぱりここでもですね、なんか面白いものを見つけたんですよ。なんか大吉、なんかね、うん、初めて見たんですけど、大吉団子、うーん、大吉団子っていうのを見つけたので、この度ちょっと大吉に なりたいなってあやかりたいので、うん、買ってみました。便乗しようとね、便活じゃないけどね。そうです、そうです。食べました、食べました。どんな感じのお団子だったんですか？みたらし団子なんだけど、うんうんうん、すごい、一つが大きいです。二、うん、回りぐらい大きいんじゃないかな、うん、大吉団子、うん、あ、二回りぐらい大きいから大吉団子なんだ、うん、あ、でも大吉団子だと二回りぐらい大きい方がいいよね。うん、そこはどうでしょうね。みたらし団子のちょっと大きいバージョン、うん、ぜひですね、あの縁起物もありますので、長谷寺こういう楽しみ方もあると思います。なんか大吉の験担いだ回ありました？食べた後は。ありました。お、すごい良かったのが後から出ますので、はい。で、うん、
ちらを、なんですか、長谷寺をですね、こう回りながら降りると、長谷寺にはこういう赤い鳥居があるのはご存知でしょうか。知らない。長谷寺の庭園の奥にはこういう赤い鳥居がありまして、奥が中にいっぱい、そうなんです、奥は洞窟になっています。でこちらの洞窟の中には16童子がいて、お願い事ができるようなのです。うーん、例えばですね、学問の神様、商売の神様、食物の神様、衣服の神様などがいました。16童子いらっしゃいますね。でこちらのお参りも終わり、出てすぐのところに、なんか鎌倉のオルゴール堂っていうのができたのかな。あ、なんか結構地方って言ったら失礼ですけど、地方行くと結構ありますよね、オルゴール館みたいな。そうですね、こちらもなんかできたのかな、ちょっと見で寄りまして、ちょっと1枚だけ撮らせてもらったんですけど、すんごい可愛くないですか、これ。そう、オルゴール？オルゴール。どんな曲入ってんの？一曲だけじゃなくて、本当にいろいろありましたけど、やっぱりよく多かったのは、あのディズニーのがやっぱり多かったかな。あとハッピーバースデーとか。あとなんとかなんとか更新曲みたいなね。そう、割と定番なんですけど、そのケツむ、おケツ向けてるクマが可愛いな。可愛いですよね。ケツ向けてるクマがいいな。これすごい可愛くないですか。後ろ姿がいいね。これでクマちゃん以外もたくさんいろんな種類のオルゴールがありましたよ。パンダ。パンダちゃんは見なかったかな。でもワンちゃんとウサギちゃんと、あとやっぱりお花とか、あとクラシックっぽいのとか、ガラス製品のものとかありました。買ったの？目に収めまして、まあね、はい、まあ機会があったらね、はい、そうなんです。ご興味ある方はぜひ行ってみてください、楽しいですよね、でもちょっとここ癒されます、なんか音楽が流れてて、そういうふうに楽しんだ後は、あとは先ほども見せました江ノ電ちゃん、どこ行っちゃったかな、あった、あ、その前にハセデですね、江ノ電ちゃんの前に、知ってます、これ外国の方に有名な大仏グミとか、え、何それ、スライムじゃないの？ごめんって、別に批評してるつもりはないんだけど、これ遠目で見るとすっげえ緑の部分がスライムに見える。グミなんですよ、グミ。メロン味？ソーダ味だったかな。ソーダ味、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、青リング味。青リング味だね。青リング味とコーラ味なんですけど、海外の方に、そう、海外の方に人気って、私以前テレビで見てたんですよ。でそのお店がどこにあるのかなと思ったら、なんと長谷寺からすぐのところにあって、そうなの、あ、ここにあったと思って、でちょっと、そうなったんだ、買ってみた、え、これ辛いんかーい、辛いんかーい、これも目に焼き付きました。下にも焼き付けたかったね。じゃあ次回ね、食べたのは大吉団子と、大吉団子とパンケーキですね。食べ物ばっかり、そうですね。まこさんらしくてね、いいよね、はい。そして長谷寺、有名なんだ、これすごい人気らしくて、お土産にいっぱい買っていくそうです。そういうネタを、気持ちもしそうですしね、グミならね、あとやっぱりほら、このなんか大仏様とかそういうところが、あちらの方のこのお祈りみたいなのに匹敵してるんじゃないのかな。多分海外の方って日本のその仏像とか、あのお寺の風景、建物とかに結構ね、なんか興味があるみたいで、結構写真とかね撮られてる方もたくさんいらっしゃる、特にね、アジアの方とかね、好きな方多くれていくんじゃないでしょうかね。それってなんかあの、鎌倉の形、江ノ電とか緑の江ノ電が、これ鎌倉大仏の形、鎌倉大仏の形です。鎌倉大仏わかりますか。ゆうせいさん若干目座ってきてるんだよね。わかんない、鎌倉大仏って何。長谷駅にこれもあるんですけど、大仏の形してんのこれ。そうです、そうです、だからだって今さら、だいぶこれ緑のやつ、大仏の形、江戸に見えちゃった、大仏グミなんです、大仏グミ、ダメだ、へぇ
私はスライム言ってみたり、ルーセイさんはそういうので言ってみたり、ハーセイクに行った時はですね、実物を見てください。そしてぜひユーセイさん食べてみてください。そうね、はい、では続いてもよろしいですか、うん、でまた今度は、うん、江ノ島に向かうべく、うん、江ノ電に乗るんですけど、うん、もうですね、乗車率 200% ぐらいかな、うん、1回見送るぐらい飛んでいまして、うんうん、それでもですね、この日はですね、うん、もう一つの実はお楽しみがありますので、うん、この大激混み電車に乗りまして、うん、江ノ電に向かい、江ノ島へ向かいました、うん、そしてじゃじゃーん、片瀬海岸に到着です。片瀬江ノ島海岸かな、確かかな、片瀬、うん、片瀬海岸ってなってたかな、うん、有名なとこですよね、多分。そうですね、片瀬江ノ島海岸、片瀬海岸西浜っていうところの、うんうん、夕日ですね、うんうん、夏はね、いちこらちゃっちゃのね、うん、男女がすごい海岸ですね、です夏はね、水着のお姉ちゃんがいっぱいいるところですね、そうですよね、うん、静かですごい夕焼けを見ながら、はい、じゃあ海また見たんだ、見たんですよ、まあ、見たんですよ、いいでしょう、いいでしょう、多分連れてけってアピールですよ、まこさん、そっちですか、ルーセイさんがまこさんに連れてけアピールですよ、そっちだったか、完全にアピールですよ、全然わかんなかった、まこさん連れてけアピール、マジですか、残念、ゆうせいさん、まこさんには伝わらなかった。見たね、分からなかった、そうですね、うん、そしてこれですね、夕焼けをずっと見ていたら、うん、まあ、日も暮れてきまして、いよいよメインイベントですね、うん、今回の、坂の下とあともう一個お楽しみがあったのが、うん、藤沢江ノ島花火大会、だだーん、ってことは夏ですか、これは一旦、これはですね、うん、10月18日ですね、ほう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 、あ、そっか、今年は結構夏とずらして花火大会を行えるところが結構多かったですね。茨城、うん、ね、の確かなんかどっかの花火大会も、今回見つけてくれた方がいて、それで急遽こういう何でしょう、旅行といいますか、鎌倉編ができたんですが、うんうん、ですね、3000発ですね、で午後6時から6時45分、うんうん、もうですね、ずっと立って見てたんですけど、立ってもいいぐらい私はなんかすごい素敵でしたね、うん、うん、花火ね、ちょっとね、こういう映像で、花火にはお酒が合うよね、もうね、お酒も合いますね、うん、もうでも飲んでられなくて、ただ立って、うん、ひたすら写真を撮りまくったっていう形だったんですけど、人もすごそうですしね、すっごかったです、ね、すごかったです、うん、人気のある場所とかだと、うん、やっぱり鎌倉とかだと、もうね、通路じゃないですかね、うんうんうん、多分通行しているところがもうそれかそのまま見場になっちゃうみたいな感じで、並んじゃっていいよね、並んじゃっていいよねっていう感じで、もうどん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 人がどんどん増えていきながら、やっぱ花火いいですよね、私今年はちょうど初めてだったんですね、うんうん、全然見れなくて、すごくいい花火大会をですね、今回満喫できました。場所は江ノ島から歩いて、そうですね、15分ぐらいですね、この江ノ片瀬海岸西浜まで、うんうん、とにかく混んでますけれども、うん、こちらが第4回だったようなんですね、うん、まだ最近なんだね、そうですね、意外に多分来年の第5回をですね、きっとこちら私また見に行けたらですね、またアップしたいなと思います。ぜひ鎌倉とかですね、秋も楽しいのでお出かけください。はい、まこさんぽ終わりです、ありがとうございます。次週も来月もお楽しみに、来月もお楽しみに、何の企画かな、楽しみにしてください。企画結構溜まってきたからね、まこさんぽね、そうなんですよ、私も何か出したまこさんぽっぽい、まこさんに会う企画もね、着々とね、あれもネタ仕込んだしね、待って、すげえ足がしびれたのよ、ずっと自分の、ね、体重が支えきれず、足がすっげーしびれる、あ、これ美味しくない、いや、食べていいよ、じゃあください、うん、私いらない、なんで、あ、顔真っ赤になってます、しかね、足しびれたの今、すっげーしびれてんの、うん、そっち、お酒じゃなくて、顔もそうだけど、足がビリビリしてるの、ゆうちゃん、足しびれた、そう、あのね、うちら太りすぎだからね、そう、体重だ、うちら太りすぎだから、自分の体重がね
そうそう、自分の体重が支えきれずにね。うん、ちょっと来月以降の企画もね。そしてこの前ね、うん、まあ、ちょっとゆせさんちょっと来れなかったけど、no. まこさんとちょっとね企画をしてきたので、うん、実行してきましたもんね。こうそちらもこうご期待ということで ね、そちらの方もねぜひちょっとね、うん、ちょっとちらっとだけ8分ぐらいだけちょっと追加で配信しちゃいましたけど、そこにヒントが隠れております。はい、すごい期待します。アーカイブに残ってるので、はい、それを見てね、見てもいいですし、見ないで楽しみにしてもいいですしね。そんな感じか。もう残り5分か、早いね。なんかね、向こうにね、なんか喋りたい、なんかね、素人さんがいらっしゃるんですね。そうですね、そうです、忘れてましたね。よしよし、はい。喋りたい？どうぞ。喋りたい？どうぞ。どうぞ。どうぞ。どうしましょう。こうなります？出たいんだろう。うん、はよで。どうもお久しぶりです。カンペイです。どうもどうも。いいです、告知しちゃって。どうぞ。口に、はい、ニューストリームの方の方に、はい、はい、どうも。私はカメラ、はい、今月11月の30日に、うん、六本木ブレブバーで急遽歌うことになりました、うん、イエーイ。あと12月13日にもビートルズのカバーの飲み会でも2曲ほど歌うことに なりましたのでよろしく。あと第2週と第4週に北千住の千住クロスで久野由衣と手田瑞希の千住にちょっと行くっていうのが番組にありまして、そこでも一応アーカイブでも一応過去の動画とかそういうのも見れるので、一応チャットでも一応参加できますので、そこでもどうぞよろしくお願いします。イエーイ。ビートルズワンフレーズ歌ってください。無理。じゃあそういうわけでダラララララ。え、歌わないの？歌わなかったよ。歌うよ、歌うよ。ワンフレーズ、ワンフレーズ歌わない。ワンフレーズ、じゃあここで歌えないよ。よまだまだで、せっかく振りしたのに、ゆうせいさんが珍しく振りしたのに。聞きたかったな。ほら、まこさん来たかった。やっぱりライブハウスで行かなきゃ行かなきゃ歌えないよ。ここでは歌えません。ということで、気になる方はぜひ、まあ、多分ゆうせいさんから多分つながってると思うので、あのね、チェックしていただければ。あとはカンペイのおしゃれブログで全ての告知しますのでよろしく。だそうです。興味ある方はぜひお願いします。はい、ということでね、はい、今月もババアの休憩中、今月はさらにまったりしてお送りしてまいりましたが、はい、顔が赤くなってきた。うん、すごい赤いです。まだ1本開けてないんですよ、私1本開けてないんですけど、なんかもうなんか寄ってきた。ねえ、すごい可愛い、うん、なってきましたけどね。ゆうせいさんも半分なんか寝てる。電車で寝過ごしませんように、うん、この後はまたちょっとまこさんとねちょこっと動きに行くんで、ゆうせいさんはわかんないです。おつです。あ、しまさん、ありがとうございます。見てくださっててありがとうございます。ありがとうございます。書き込み書してありがとうございます。はい、ということでユーストリームの方、まだ3分あるんですけどね、ユーストリームの方もあと2分あるけどね、また来月、第3日曜日15時から16時1時間の生放送、ババアの休憩中はユーストリームとツイキャスの同時配信です。でこちら、生放送はユーストリームとツイキャスなんですけども、再放送の方はアーカイブの方は、YouTube の方でも見れますので、 YouTubeツイキャスの方で見れますので、どちらから見てください。ぜひぜひこういっぱいクリックしていっぱいクリックして、ぜひ、ね、コートで広めて、何これ番組じゃないのに番組っぽい、番組じゃない、何これまったりまったりな感じつって、ちょっとでも興味を持っていただければと思います。嬉しいです。そして、毎週土曜日、17時から18時の東京ドッカン土曜日の方もぜひ、こちらユーストリームのみなんですけども、こちら生放送ユーストリームのみなんですけど、アーカイブの方は YouTube でも見れますので、過去の動画もたくさん失礼、ごめん、唾出た、うん、唾出た、ごっこした、うん、ごめん、結構酔ってきた。そう、いっぱい見れますので、ぜひぜひ見てください。ちょっと酔いすぎたな、今日。うん、いやちょっと今日はね、疲れちゃった。すごい真っ赤。なんか、パーセンテージが大きいじゃないの。そう、なんか、疲れちゃった。酒飲んで疲れちゃったとか、ひどいよね。まったりな番組ですけどもね、ぜひ、来られる、ぜひ、現場に来られる方は、うんうん、お酒持参で、大丈夫ですよ、お水でも大丈夫です。お水でもいいんですけど、お酒好きな方はね、お酒自分で飲み用にね、
持ってきて飲みながら見てくださったもいいですし、あの地理的に無理な方はパソコンやねスマホの前からお酒を飲みながら見てくだされば嬉しいなぁなんて思っておりますということで、また来月もお会いしましょう。ありがとうございます。